で、バックトゥザ・フューチャー2ってどこが一番盛り上がるのかっていうと、ラストの予告編なんですよ。上の方はですね、バックトゥザ・フューチャーの1のビデオについていた、まだまだ続くよと、トゥービー・コンティニュードっていうのは続くじゃないんですよ。まだまだ続くよっていう意味なんですよ。ところが、バックトゥザ・フューチャー2の終わりには、トゥービー・コンクル u ディ d ってやるんですね。で、トゥービー・コンクルーディードっていうのは、次で終わりだっていう意味なんですよ。 つまり、バックトゥザフューチャー2の終わりで、もう一本あるけど、今次で終わる、3で終わるぜっていうのを宣言してるというですね、そういう予告編なんですよ。そこから音楽が変わるんですよ。テーマはですね、あの、西部劇アレンジなんですよ。荒野の七人とかをね、作曲したエルマ・バーンスタインのテイストにすごいそっくりになってるんですよ。バックトゥザフューチャーって、パンパンパ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 ンパ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 パーン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 。 っていうあの、有名な曲ですか。それをですね、西部劇アレンジすると、ターンタラターンターンターンタラターン、ターンタラターンターンターンタータンターンターンタンタンっていう、ホルンとストリングスがですね、こう交互に前に出てくる、エルマ・バーンスタインの西部劇音楽だっていうの、すごいアレンジがうまいんですよね。で、画面に出てくるですね、西部劇の世界が超燃える。ターンタラターンターンって言ったらですね、屋根を越えたら向こうに、ヒルバレーのですね、西部の街がドーンと出てくるんですよ。 西部の街だって言ったらですね、急に、ドクの再会です、ね、<laughs> うわぁ、なんかドク再会したらやっぱ会えたんだと。もう結論言っちゃうんですね。ドク会えるだろうかって言っといて、西部に行って、 で、毒と会えたっていうのをですね、横辺でバーンと見せちゃって、そこにタネン登場。ビルの先祖が登場してきて、うわ、こいつ悪い奴だ、また出るんだで、馬に引っ張られてですね、地面の上を転がされるというですね、西部劇のリンチあるあるみたいな、<laughs> もう、どの西部劇見てもたいてついてる、あの、リンチのシーンが出てきて、そこにですね、やめろタネンって言ってですね、とんでもないなんかライフルを持ったですね、毒が現れて、燃える燃えるってなるわけですね。で、 こんなのが見たかったんでしょということで、インディアンに追われるデロリアンっていうのを見せてですね。で、6頭の馬に引っ張られるです、ね。デロリアンっていうですね。もう、これを見せられたら期待するしかないっていうのをやっていて、最後がですね、例の時計台の前で記念写真を撮る西部開拓時代のドクトーマーティーというですね。 もう、見たいものが全部入ってる予告編なんですよ。だから、金曜ロードショーね、問答無用で、これつけりゃよかったんですよ。他の部分どこカットしてでもいいから、この予告編はやるべきだったと思います。僕、これやっぱ、なんで語りたかったのかというと、バック、バックトゥザフューチャー3のこの予告編ですね。3の脚本が完成する前に撮ってるんですよ。あの、ゼメキスはね、参加できなくて、ボブゲイル一人で脚本書いてから間に合わなかったんですよね。で、2と3同時に撮ると言っても、それ同時じゃないんですよ。連続で 撮ってるだけなんですよだから、2撮り終わったら次の週からです、ね、3撮り始めてるんですけども、その3がどんな内容かっていうのをまだ半分ぐらいしかできてないんですね。だから、バックトゥ・ザフューチャー2の最後につける予告編って多分こんなシーンがいるに違いないって言ったので、作ったんですね。実は、パート3で、 ないシーンも入ってるんですよあ。あるはあるんだけど構図が全然違うとかいうのも入ってるんで,ですね。本編と違う分も多いです。だから3を見て確かめましょう。プロデューサーのスピルバーグもバックトゥザフューチャーで一番好きなのはパート3というふうに言ってます。この完璧な予告編でですね、西部の街の話ってのはどんなものになったのか、えー、ぜひ自分で確かめてください。